どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ本日なんですが、ジャンプフェスタ2022で判明しましたマスターデュエルの新情報についてまとめていこうかなというふうに思っております。まあ、マスターデュエルご存知ない方のために一応簡単に説明しておくと、遊戯王の OCG を、まあ、データ上というかオンライン上で遊べる新しいアプリケーション、こちらを、まあ、ソフトウェアですね、これを、コナミが開発して、くれていまして、でこれが、まあ、今冬にリリース予定しているんですが、これの、まあ、新しい情報がジャンフェス2022で判明しましたと。でかなりね放送長いので、まあ、あの一つ一つ見ていくの大変だと思うんですよ、皆さんもね。なのでまとめ動画として残しておこうかなというふうに思っております。公式放送の URL は概要欄に貼ってありますので、そこからぜひ、飛んでいただければ詳細確認できるかなと思います。早速ですね、情報その1やっていきましょう。まず基本無料でプレイができるということですね。でクロスプレイが可能であるということですね。もう基本無料でできるのは非常に嬉しいですし、まあ課金しなくてもね、まあ、あのカードプールは多分狭くはなりますけれども遊べると。でクロスプレイが可能っていうことは、まあ、例えばスマートフォンとか、PC 版とか、それから PS4 版5版も多分あると思うんですけども、まあ、その辺の、まあ、どんな筐体でも、まあ、クロスプレイ、要は対戦ができるということですね。でジャンフェスでは PC 版の他にも、スマートフォンで体験できるコーナーがあったらしくて、まあ、これ友人に聞いたんですが、横画面で操作している感じなんですよね。なんで、かなりやっぱカードが小さめで文字がちっちゃくて結構やりづらかったらしいですね、あのスマートフォンでは。なので、まあ、多分ですけど、まあ、PC 版とか、PS4、5版とかでやることになるのが基本なんじゃないかなというふうに思っております。情報その2、収録カードは1万種以上あるということで、まあ、OCG のカードプールほぼほぼ再現ができるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、自分の持ってるデッキ完全再現はね多分いけると思いますね。で情報その3、多様なレギュレーション戦に対応していますと。でイベントや大会も実装しますということで、まあ、この画面見てもらったら分かるんですけれども、まあ、ランクデュエルが左上で、フリーデュエル、まあ、多分ルーム戦みたいなのが、左下で、右側が、イベントデュエルみたいな感じで、まあ、レギュレーション戦ですね、なってるんですけれども、まあ、ハイランダー大会だとか、エクゾディア選手権みたいなやつも開催しようと思ったら、もしかしたらできるかもしれません。まあ、これはユーザーがカスタムできるかどうか、ちょっとわかんないんですけども、まあ、イベント戦、ランク戦、ルーム戦の3つがとりあえず基本的な、対人戦の機能であるというのは間違いなさそうな気がしますね。で、情報3、君の得意なレギュレーション大会で世界ナンバーワンを目指そうということで、まあ、おそらく公式もレギュレーション大会を開いていくっていうことなんでしょうね。まあ、デュエルロワイヤル杯とか、まあ、今結構公式チャンネルで、まあ、いろんな有名人がデュエルをしている動画が公開されてると思うんですけども、あんな感じでもしかしたら大会を、まあ、公式が開いてくれるのかもしれません。で、情報その4、カードデータベースとの連携で世界中のデュエリストのデッキレシピが確認ができますと。まあ、デッキの構築にね、やっぱり何だろう、自信がなくても大丈夫ということですね。やっぱり遊戯王のカードってかなり一枚一枚が難しいので、まあ、やっぱデッキを構築するっていうのはかなりね難易度高いんですよ。まあ、これが、まあ、一応その、まあ、強い人のデッキをこう真似することができるっていうのは非常に良いことですよね。で、まあ、見せたくないデッキとかがあれば多分非公開もさすがにできると思うので、公開非公開みたいなのを設定できると思うので、まあ、これは安心していいんじゃないかなと予想はしています。君だけのデッキを作り上げライバルたちに挑めっていうね、こんな画像が、この映像が流れてましたけども、まあ、デッキコピーしますかみたいな感じでこうやって簡単にねコピーすることができるということですね。まあ、持ってないカードは非表示になるか、まあ、ブラックアウトして、まあ、これこのパックに入ってますよみたいな表示があれば嬉しいですね。で、上その5、カードクラフト機能、これがね熱いですね。カードを分解生成できる機能があると。カードクラフト機能は要は被ったカードの使い道がやっとできるということですね。まあ、ちなみに私がいつも実況している遊戯王デュエルリンクスっていうゲームではこのカードクラフト機能がないんですけれども、まあ、マスターデュエルであれば、このカードクラフト機能がもうそもそも実装されるっていうことが決定しました。ただしこれのデメリット、まあ、メリットデメリットあるんですけども、まあ、やっぱりメリットは簡単にカードを作成できるっていうことなんですが、デメリットはやっぱりねパックに天井がない可能性が高いですね。デュエルリンクスっていうのは、まあ、ある程度課金すれば全部それを必ず揃うようになってるんですけども、まあ、クラフト機能がある
ゲームって大体ね天井がないことが多いんですよ。なので、まあ、おそらく、今回のこのマスターデュエルは、まあ、結構ランダム性が高いパックになってるんじゃないかなと思ってまして、まあ、必ず出るような仕様にはなってない可能性があるなと思ってます。で、まあ、ここに、まあ、ちょっと画像ちっちゃくて分かりづらいんですけども、まあ、CP、まあ、カードポイントとかいう CPSR みたいな、これが所持枚数70から100枚になりますよみたいな分解するとね、いう風になってるんですけども、まあ、おそらく分解 して入手して、で、生成するときに、まあ、表示するみたいな感じの、まあ、アイテムになってくるんでしょうね。まあ、これはカードによって、まあ、SR だったら何枚、UR だったら何枚みたいな分解と生成の、まあ、個数が決まってて、まあ、その中から作っていくという感じだと思います。で、情報その6、チュートリアル、初めてでも安心なチュートリアルが、ありますよと。で、チュートリアルクリアするとなんかジェムがもらえるみたいな、感じになってるらしいんですよね。で、ここでやっぱ注目したいのはこのジェムという機能。基本無料なんですけれども、おそらくですがジェムに課金するシステムなんじゃないかなと思いますね。はい。で、情報その7、こちら1000ジェムを消費してマスターパックを購入しますっていうこの映像が流れたんですけれども、ジェム課金システムこれ確定っぽいですね。どうやら正直個人的にはサブスクが良かったんですよ。まあ、月額課金みたいなねパターンが良かったんですけれども、やっぱりねコナミさんはねそこを許してくれないですよね。やっぱ OCG、リンクスマスターデュエルっていう3回の課金を、強いてくると、同じカードをゲットするのに OCG のカード、リンクスのカード、そしてマスターデュエルのカードと、この3回同じカードで課金させて、まあ、利益を最大化させるというね、こういうの本当にうまいんですよねコナミさん。なので、まあ、ちょっとね全部に手を出すと相当の課金量になるんじゃないかなということは予想しておりますが、まあ、ある程度優しいね優しい確率でパックとか出てくれると嬉しいなっていうふうには思いますけれども、はい。でちなみにパック開封の、まあ、映像というかは、まあ、こんな感じでそのパックがバーッと出てきて、でゲットすると、まあ、こんな感じで入手できるみたいな感じになっているらしいです。アトミックスクラップドラゴンさん UR なんですねエグゼクターさん SR で、アトミックさんが UR なのちょっとよく分かんないんですけれども、はい。で、情報その8、ショップ この新たなカードパックを発見しましたっていうこの映像なんですけれども、入手したカードによって新たなカードパックが登場することがあるらしいです。だから、ま、これ結構ね逆に言うと闇深そうだなと思ってて、要は欲しいパックというか欲しいカードが出るパックを出すために不要なパックを開封する必要性がなんか出てきそうだなと思ってて、でしかもなんかそのパックによってはかなり出現難易度が高いレアパックとかもなんかあるような気はするんですよね。だから、まあ、そう考えるとちょっとなんか闇深い可能性感じてるなって思ってて、怖いところですね。まだわかんないですけど、まだわかんないですけど、ただ結構闇深そうな匂いはなんかちょっとしてます。で情報その9、カードイラストに込められた壮大な物語を体験できるソロモードが存在している。これがねでかいですね。なんなら僕これが一番楽しみなんですけども、テーマの細かい設定が体験できるんですよ。はい。ちなみにジャンフェスではなんかデジタルバグとか帝王とかのストーリーを体験できるなんかコーナーがあったらしいんですけれども、やっぱりその遊戯王って、まあ、テーマごとにかなり細かい設定がなされていて、かなりね深掘りできるんですよね。これをね僕はとても楽しみにしています。まあ、知らないテーマたくさんあるんで、その辺のテーマを設定を読んで、で思い入れをちょっと強くして、でそういうデッキを使っていきたいなっていう、まあ、そんな感じで。情報その10、ストーリーモードをクリアすると、ストラクチャーがゲットできるみたいな映像が流れてたんですが、まあ、ソロモードの報酬ですよね、これね。ソロモードの報酬にストラクチャーがあるということで、まあ、パックだけではなく、まあ、ソロモードをクリアすることによっても、まあ、カードを入手することができるということですね。まあ、だから多分流れとしては、まあ、ソロクリアをしてから、まあ、デッキの強化パーツをパックで、まあ、入手するっていう、まあ、そういう流れになるんじゃないかなというふうに思っております。情報その11、最後ね、エキシビジョンマッチ公式競争でね、最後のエキシビジョンマッチで、宮下さんと星野さんがデュエルしてたんですけども、めちゃくちゃ楽しそうでしたね。めちゃくちゃ楽しそうでした。はい。なんかエフェクトも結構やっぱシンプルだけどやっぱ重厚感があってとても楽しそうでした。もう早く遊びたいなと思いましたね。配信とかで私はガンガンやっていく、まあ、ストーリーモードクリアとか、カードパック開封とかはもうガンガンやっていく予定なんで、ぜひね、チャンネル登録をしてお待ちいただければなというふうに思っております。
マサテール2022年の1月にはさらなる詳細情報を、公開していただける予定となっているらしいです。リリース予定は今冬なので、まあ、3月くらいまでには、まあ、実装されるんじゃないかなと思いますが、気長に待ちましょう。はい、情報は以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。